の。お金は来月きっと払いますから。え、取り立ての人じゃないの？もうびっくりさせないでよね。何？ミスファイナルロマンス、私もノミネートされるの？お父ちゃん、私たちにも運が回ってきたみたいよ。ちょっと、ただで見ようなんてなんか虫が良すぎない？もう、ちょっとは手加減してくれてもいいじゃないの。私だって生活かかってんだからね。次は勝たせてよね。お父ちゃん、ごめん、負けちゃった。え？私も会場に行っていいの？